然に溶け込む、その街並みに溶け込むってことが一番大事。3回振り向かれたら殺されますよ、まあ、それぐらいに慎重にやらないと尾行ってのはできないよ。必ず足で稼ぐ、あるいは現地行って必ず見てくる。ビデオカメラと、携帯が必需品。バレないでいかにうまく撮れるかということが、勝負になっています。観察力、それもあれば、情報というのは得られることが多い。目線もですね、やっぱり相手がどこを見ているのか、それによって、次の行動が読めたりってこともあるわけですよね。展開が読めてくると一流なのかな。小原誠、職業探偵。今日はね、浮気調査ってことで、某会社から出てくる、ご主人を追いかけていきます。一般にはですね、探偵の仕事っていうのは浮気調査がメインになるんですけれども、企業の信用調査、それと浮気調査、それと失踪ですね、家出人、その3つがメインになるかと思います。同じ調査員が、3名から5名ちょっと入るような形で今セットして、これから合流してその辺のちょっと打ち合わせをしなきゃいけないですね。まずですね、資料ですね、パーソナル情報、これが一番大事な部分ですね。まずは、住所、勤務先、それから顔写真識別するためにはですね、例えば顔写真を見て、パーツごとにちょっと考えるんですね。そしてパーツ、目は、自分の兄弟の誰かに似てるとか、あるいはタレントの誰かに目が似てる、鼻が似てる、そこで記憶力を高める。まあ、大きな会社、大きなビルだとするとですね、出入り口が何箇所もあるわけですから、一周前の同じ時間に一回下見っていう形をやります。それをすることによって、人の流れ、交通量の流れ、その辺を把握すると。必ず証拠のね、映像を撮るためにビデオを皆さんが持ってます。それともう携帯電話、これも必需品ですから。で、一番大事なのは証拠の部分、ホテル行ったりしたその入りと出が一番大事だから、これだけしっかり押さえるようにってことで。尾行の距離ってよく質問があるんだけども、相手との距離は0から100メーターって教えてるんです。満員電車だったらこれ2メートル離れたら押されちゃってどこに行くかわからない。背中合わせぐらいでもいいよ、だから0メートル。それから100メートルっていうのは、例えば一直線の道路で、左右にどちらにも脇道がないとかっていうところはですね、100メートル離れても、行ける。相手が振り向いた時に、調査員の顔が隠れるような、体勢で尾行するんです。依頼したらその当日必ず女と会うとかってことはね、まあ外れるっていう部分は結構ありますね。参りました。今ね、奥さんからメールが入ってまして、今夫から、軽く飲んで帰るというメールが入りました。恐縮ですが、調査を打ち切っていただければと思います。今日はじゃあこれで終了ですね。東京のですね、一番中心地でもある新宿、その都庁の近くでずっと開業してやっております。うちの方でビデオを撮ってきたものをですね、逐一見てそれを報告書にするわけですね。やっぱり報告書っていうのは、調査業、探偵業にとっては一番の商品ですから。これ路上でね、交差点近くでこれ起訴してると、こういうショットがね、一番我々にとってみればいいショットでね、電車の中でも注意をしてるって、ね、やっぱりこういうのをちゃんと探偵は見ているんだってことだね。
これはね、精液の検査ということで、送っていただいた下着をですね、この検査するんですね。うん、ちょっとこういう形、こういう形で青くなった。これはだから精液がついてるっていう、これはまあ極端な話、女性とまあセックスをして、その後に、下着で、まあ、このシャツで拭いてきたのかなっていう形なのかな。これは浮気してきた目安ってことで考えればいいのかなっていうふうに思ってます。締め切りだったんでしょ。私が探偵になるっていうのはですね、まあ半分はですね、覗き趣味があったっていうことですね。まあ今みたいにね、犯罪行為とかそういうことじゃなくて、いわゆるお付き合いしていた女性が本当にそうなのかどうか、言ってることが本当だったのかどうかってことで、まあある意味、覗いて本当にその女性が私に対して本当のことを言ってたのかどうか、そこから始まったのがありましたね。修羅場はね、本当にね、思い出せばね、何十件とありますね。まあ、そのいいあれが、この私指切られたんですけどね、これ V 字型に切られてるんですよ。浮気した、旦那さんがですね、新しい女の人とアパートを借りてるっていう情報が分かって、でそこに依頼者である奥さんと一緒に行って張り込んでたんです。そうすると、旦那さんは若い女の人と手をつないでルンルンで部屋に、アパートの部屋に入るわけでね、その時に、その奥さんがハンドバッグに隠し持っていた、包丁をですね持ち出して、でその女に切りつけようとしたんです。止めに入って、その奥さんにめちゃくちゃに振り回されたもんですから、手をですね切っちゃった。現場にこだわる理由っていうのはですね、自分が一番をキープするためには現場に出てそれを研ぎ澄まさなきゃいけないっていうものがあるから、私は現場に出て、時間がある時は必ず現場に出てやってる。だから現場大好き。あとで終わってからお酒飲むの好きだけどね。ここはね、一番ね、安らぎを求めるところですね。うん、やっぱり女の人とバカ言いながらね、こうお酒をワイワイ飲む、これがまたね活力につながるんですよ。これがね一番至福の時ですね。うん、これでいろいろとね考え事をしながらね飲んでるんですよ。で明日の作戦とかね、探偵とは真実を追求するものである。